毎回写真集をですね一緒に見てもらってる石井さんなんだけども「誰だよお前」っていうね<で>突然出てきて写真を役になってもね、うんはい、すいません本当にでまあ「スタジオジブリ」って書いてあるけど、はい、一体何者って思ってる人も多いと思う、ね、いや本当にすいませんも僕はねその石井さんを知ったのは、えーはい、僕545くらいの時に、うん モれなくミドルエイジクライシスにかかりまして、身動きが取れなくなる時代が来たんです。それはどういうことなんですか、ミドルエイジクライシス？あの、うん、自分の五十代の前半っていうのは、うん、じゃあ海外に向けてのチャレンジをしようい、いろんなとこに行って、うん、で、まあ、ある程度のそうい,ういろんなとこに行けたりして、まあ向こうのつながりもできて、なんか浮かれてたんです。その中で、うん、ある日瞬間ですよ、うんえ、これ以上もうできない。うん、あ。 できないんじゃなくてやったとしてもその先が全く見えないっていうの限ちょっと。っちゃうのは要はたくさんのものを見てば見るほどいろんな人に会えば会うほど天才に会えば会うほど当然ながら自分の器っていうのがだんだん見えてくるのはきついなそれもな。 まあ大体そういう写真やってる人で中二病みたいなもんねああでもまああるでしょうね絶対ね中二病でれって天才で生きてくる人が多いも,、ねうん、もうそうでもないぞっていうのが、うん、大体50代ぐらいにな,なると、うん、ああもう早いとはねもっと先にちゃんと気がつくんでしょうけど引っ張っちゃったもんね分かる分かんなくなっちゃって、うん、まあいろんな本を読んだんですよねでその中であのまあ石井さんのいわゆる 上司にあたるのかな鈴木としさん。そうですね、まあ師匠というか。鈴木さんとのインタビューをきっかけで鈴木さんの本を読むようになって。はいはいはいで、なんかでおすすめで出てきたのが実はこれなんですよ。ね、だいぶ前の本ですけどね。自分を捨てる仕事術。アマゾンのおすすめに出てきたから。で、ここに鈴木としよって文言があったので、じゃあこれちょっと読んでみようかな。関連書籍として。関連書籍として読んでみようかなと思って。 50代中盤で読んで、うん、なんでこれをもうちょっと早く出してくんのかって本当に思ったんです。でこれ何人が書かれてるかっていうと、はいえー、20代の何でしょう若い C さんがスタジオビジブリに入って使い物な,んなかったとまあもう本当に劣等,劣等性というか協調性がない。 青年ですよね。この中で書かれてるのは、うん、当時の石井さんの上司が鈴木さんが面倒見てくれないと彼はクビですと。そうですね。そうです、制作部にいたんですけど。まあいわゆるできないオの、ね、そうです。徹底を払ったわけで。多動多動ばっかりして落ち着いて仕事をしないと。うん、で多分。 まあ想像だにいろいろ言うけどまあ何にもやってないじゃないかって言われたんでしょうね。だ、うん、から最近の若いやつはってよく言うじゃないですか典型ですよねその典型の,その石井さんがどうやってまあそのプロデューサーとして独り立ちしていくかっていう話でもあってその時に鈴木敏夫というプロデューサーは。 3年間でしたっけそうですね自分の言ううことだけやっていろってそうですねもうちょっと言うと「真似をしろ」でしたねし、えーい。言うこと聞けとは一言も言わない人で。それ要は自分の考えじゃなくてまあとりあえずひな形として、まあ、鈴木敏夫っていうのがいるから、うん、そこを完全コピーしろそうですねで宮崎駿さんも高畑勲さんも、うん、若きにはひたすら人の真似をして自分を作ったんだ っていう、まあ、いわゆる伝統芸能みたいな形ですけど、まあ、そういう意味合いにおいてそう言われたんですよね。僕、これと同じくらいに今読んでたのが、赤目高っていう。うんもう 落語の。うん、あの、赤目だ、誰でしたか立川、えっ、ー、と、ダンシュンさん。ダンシそう、僕、ダンシュンの撮影をしたこともあったので。のあ、そうなんですか。ええ、ダンシュンさんの本、赤目だか、評判が良かったので。うん、ドラマ化にもなったんですよ、ね。なりました。あの、赤目だかを読みな、読んだ直後です、そこで書いたの。のだから、影響を受けてますね。はい、うん。その、赤目だかっていう、その、落語、立川談志の中、えー、もとに。出子入りをする若者が。 徹底的にここのの男子のことだけを考え自分のことを一切顧みずにうん、うん、その立川男子のために何年間か生きてくるっていう話なんですよね。うんうん、その中で初めて自分らしさっていうコ、うん、ジャニティが生まれてくるっていうところだったのでもうこの2つっていうのがその当時まあ、えー、非常にこうぐさぐさときたんですよね。ね、うん、もうちょっと俺先に気がついてればうん、うん 楽な人生を送れていたんだなっていう、うん。<laughs> それ言われません。そういう風にもっと早く書いてくれたら、俺は会社を辞めなかったと友達に言われたことがありましたね、えー。<laughs> だから、僕自身はそのもう出会って本当に幸運だったのが、かなり若い時にそういう付き物を落としてもらったので、何者でもないってことをかなり。若い時に気づかしてもらったことは？ とても楽でしたねこれ鈴木さんに言われたことをずっとメモしてた、うんうん、メモしてましたあのノートに全部書き起こして家に帰ったら整理して頭の中で何が大事かっていうことをその分類してそれ素直に最初から、うん、受け入れようと思ったんですかえっとねあのやってみたらいいことしかなかったんですよね、うん 例えば会議中に若いから何かこう偉そうにしてる人とか徹底権がありそうな人の話をついつい聞いちゃうじゃないですか、うん。でそうではなくてその場で話されたことを全部メモして家に帰って読み返すとね実はは本質は別のとところにあるんだとでそこに気づけるのが仕事の面白さだぞって言われたのでやってみたら。 あこの人大したこと言ってないなとかねあ逆にこの人すごくいいこと言ってるなみたいなことが手に取るように分かるようになると仕事もやりやりすすくくななるるし面白くなるんですよねだから何でしょうあのよくねこの本をタイトルからするとすごい苦行のように感じる人もいるんですけど、うん、実は人生生を楽に楽にししく生きるコツでで満載っていう感じでした、ね、自分を捨てるっていうことが、うん、その今までのその。うん 考え方でいうと自分らしさを求めてっていうそうですよねそういった本がたくさん出てきたねだからいろんなもの迎合しないで自分らしさを追求しましょうっていう、うんうん、その中で僕らの仕事っていわゆるオリジナリティ場っていうのは自分らしさだとある意味、うん、ちょっとね勘違いするところもあるんだけど今はその先に 何ががあるかってていいううことととちゃんん見えてないとそうなそですよ作品として性別しなくなくっちゃうんですよね、うん、自分に期待しない自分に何かすごいものがあると思わないでいるとすごくその人からも信頼されるしぶれないしあともうこれがねそのこれが結構僕好きな言葉で「うん、他者に必要とされる自分が自分なんだよ」っていう言葉ですね。はい でも俺がやったとか俺の功績だとか、うん、そこと言ってるやつはうまくいかないんだと <laughs> やめてそれ <laughs> <laughs> でやっぱり多いじゃないですか俺俺な人みんそうですよねでそれを捨て去った時にあの新しい地平が見えてるであともう一つ僕にとってはよかったのが宮崎さんがそういう人なんですよねあ,<ー>あの俺がやったと絶対言わないんです むしろ怒り出すぐらいみんなでやったんだよみたいなぐらいだしでそれはね宮崎さんがきれい事で言ってるわけではなくて、うん、宮崎さんが育った時代がまさにその社会主義的なものに対する憧れがあったしで宮崎さんはその東映動画の組合闘争の中心メンバーだったこともありやっぱりその才能とか利益とかそういうものは一人が全部 持ってくもなく共通に分配されるものなんだっていう価値観を持ってるんですよね。これは僕らの時代にそれは、えー、その社会主義運動が失敗した後世代なので個人になっちゃった、ね。そう。だから個人じゃない時代の宮崎さんは非常に自然に他者に必要とされる自分が自分なんだっていう言い方をしていたから。うん、あ、宮崎さんがそうなんだとしたらますますこれは僕らが学ぶべ,べきことだなっていうふうに思って って書いたのはすすごくありますねただこれね一、うん、つ問題があって、はい、多分、えー、僕もこれねいろんな若いものに読めって言ってあげたんですでいわゆるでもまあ20代だとなかなかそれがピンとこないかもしれない本当にそうであのおかげさまですごくなもうものすごい数読んでいただいてるんですけど、うん、よく聞くと あの人生である程度経験された方が買って若者に配ってるだから配られた若者は嫌だろうなっていうね<分>感じはしますね。これはあるところでまあ40代とかで読めば一番いいのかもしれないですね。<laughs> そうですね全然経験のないところでこれを読んでもあのリアリティがないかもしれないそうです。ね40過ぎててていろんなととこににぶち当たって人にとっ人はあっ そうだよなっていうところがあるかもね。いい、うん、いやこれ本当にととんでもななだったた思いました渡辺さんとね出会わせていただけた、うん、だから僕が写真をジブリのツイッターをやることになりカメラを買って写真を勉強しようと思って YouTube をずっと見てたら渡辺さんのチャンネルを見つけてでメールをね。メールいただいてでもその時は。 ニビちゃんのよくあのいつも見てますので、うん、ワークショップやってらっしゃるってことなんでもし再開したらっていうそうなんです写真の勉強したくてメールを送ったらね石井智彦」って書いてあって「俺、うん、なんか俺この人なんか見たことあるような気がする」最初全然気に求めなくてまあよくそういうメールいただくことも多いんで「うんうん、ありがとうございました」って返そうとした時になんかこの人あったなと思ってあとで見てみたら「あっ 読んでるこの人と思ってメールを、ね、ーいやそれは本当にこんな光栄なことですね、うん、まあ本当にだからこれ皆さんあの困ってる方がいたらぜひ読んでみてくださいっていう本なんですよ、うん、はいあの今ね Kindle でも、はい、Kindle でも読めるよ、ね、あと多分アンリミテッドでね、はい、あの無料じゃないあのなんと<ー>定額の方はあのゼロ円で読める本なのでぜひぜひこれを読んでもらうとその 苦しいっていうのは何からきてるのかっていうのちょっとわかるかもしれないは、ね、い、まあ、すっごく楽になるんで,で、これはビジネスマンだけじゃなくて <laughs>、ええ、制作活動してる人も何のためにっていうことを結構考えるきっかけになる、ね、あの写真をやってらっしゃる方にはすごく共通すると思う僕は、ね、渡辺さんからいろんなカメラマンの人生を学ぶとねやっぱり最初は自分にこだわ ってるんだけど、どっかで捨てた瞬間に作家カが生まれている写真家の方。ほぼ皆さんそうですよね。で、例えば、ね、あの、この間やったマーティンパーなんかは。ずっといろんな人の真似をして、真似をして、真似をして。これ以上真似できないってところに、ポンと今の。マーティンパー的なものを。もう触れたところを、まあ、どこまで行けば、うん、その。反対側が。そうですね、うん。まさに伝統芸能の、あの、マネブ、学ぶ。 真似できないところが自分の個性であるっていう、まあそこはやっぱ写真にすごくま,す、ね、まあ通じると通じますね。これも一つ面白かったのがこれをベースにして書かれたファンタジー、ねはい、そうですね。なんかこれのノンフィクション版あ,あフィクション版ですね。ね思い出の修理工場これもこれもぜひぜひ非常にファンタジーで面白い本でした。はい、まあ同じようなことをファンタジーで書いた本ですかね。これもいわゆる少年がまああの まあある世界の中で工場に働きに行って大事なことを学んで帰ってくるとう話ですねそうですねこれ中で書かれていることがここの中で生かされているそうですねはい。そういう構造なんですというわけで僕は渡辺さんに写真を教えていただきたくレシーリをしましたで倉庫してるだにこうやって 2B チャンネルに出させていただいている倉庫してるだに何かも触れてるしてね何かにハマっております はい、なので、あの、これからも、本当にお目押しになりますが、ぜひよろしくお願いします。あの、聞いていただく、僕も、あの、本を説明するときに、まあ、お相手がいて、聞いていただけることによって。あの、自分の中のものがどんどん出てくるので。本当助かった。あ、りがとうございます。今後ともよろしくお願い。今後ともよろしくお願いします。ビシさんの紹介でした。恐縮です。はい。はい。ありがとうございました。そして、<laughs> これがあれば、今後、胸を張っていきます、ね。はい